キャラメリッツ作って白めにしたじゃないですか。カラー入りで白っぽくするか、ここはほぼ変えない。変えないね。じゃあブリッジだけで切っていきます。ガルテの副代表の一世です。アツトシと一緒にやっていけば、まあ、成功するかなみたいな、なんかそういうなんか謎の信頼感があって、でそれで今ずっとここまでやってきてて、トップとしてなんかこう店をしっかり考えてくれてて、いかに店をでかくするかとか、なんかそういう話とかも聞いて、スタッフとお店のことをまず第一に自分より考えてくれてて、そこはすごい尊敬できることかなって思ってます。サボってます。これはカレーなのか何か分かりません。ガルテでアシスタント2年目させてもらっている加藤成幸って言います。なんだかんだスタッフのことを一番見てくれてるっていうのがすごいこう毎日働いてて思うし、その例えば新卒で入ってない自分なんかにも、そのちょうど一昨日サバゲーに行ってきたんですけど、その時もちょっと朝寝坊しそうだからって1時ぐらいになんか俺ん家来ていいよとか言ってくださったりとかもして、本当にそういうところには感謝しかないですし、本当に毎日毎日すごいなって思うことがたくさんあります。アシスタント1年目のタイガです。よろしくお願いします。厳しいんですけど、言ってること一つ一つにちゃんとこだわりとかなんか教えられてて、すごい愛を感じているので、すごい尊敬させていただいています。ガルテのアシスタント2年目の砂川香織と申します。なんか学生の時に結構講習で来てたんですけど、それ以外の学校終わった後にお店に来て個人的に教えてくれたりとか、一学生なのに自分の時間、貴重な時間を使ってまでなんか教えてくれるの姿勢にすごい感動して、こんな人についていきたいなって思って、出産についていきたいと思いました。収めたいなって思います。東京都5部まであって僕らが4部なんですけど、相手は3部の格上なんで、かなり厳しい戦いになります。まあ、結構いいとは思ってるんでワンチャン勝てると思いますけど、どうですかね。勝ちます。まあ、今日は、夕日が活躍してくれると思いますけど、美容師じゃなくてはフットサル、まあ、でもフットサルから学ぶものがやっぱあるなっていう印象は、勝ち負けってこうなんか美容業界ってなんか売り上げだけじゃないですか。なんかフットサルってなんかそうまたちょっと違う勝ち負けがあって、フットサル歴僕は去年からです。北海道出身なんで雪降った時にフットサルはやるんですけど、サッカーの延長って感じなんで、実際本格的に始めたのは去年からです。でまあ監督がフリーグっていうところでやってた人なんで、だからこのチーム入ったんですけど、高いレベルの監督がいるんで、まあ自分の練習になるかなと。じゃあすぐ行こう、すぐ。
強くいくってこう。オッケー。アツはやっぱ美容業界でね、上に行ってる方なので、こう一つのことをやっぱこう求めてこう結果出した人っていうのは、やっぱこういうフットサルとかでもやっぱ取り組み方とかもやっぱりプロフェッショナルなところは感じるなってすごい思います。でフットサルの技術面で言ったらやっぱりこうまだまだねなところも、戦術的な部分もありますけど、すごいスピード感で求めてね、こうなんかレベルアップしようっていう、まあ、気持ちだったりね、こうマインドの部分だったりっていうのがすごい高いので、だそういうところはすごい評価してますね。はい、 OK。 イプシロンみたいな形に、僕がこんな真剣な顔してるのは美容室ではないっす。悪くはないと思いますけど、まあ、しかも相手が格上なんですけどビビらずいけてるんで、それは結構いいかなって感じですね。だってゴールに直結するのがメインだよ、ね、俺が余裕で前を向いてんだったらいける。まあきっと格上に勝ってたっていうこと自体はまあこう評価するべき部分だけど、やっぱ気の緩みがチームとしてあったんで、まあこういうのはなくさないとダメかなっていうのはもったいないですよね。美容もそうですけど、なんか例えば売り上げ上がったのに次の月下がるとか、なんかそういう感覚に近くて、なんか勝ってるのに落ちるっていうのはやっぱどの業界ももったいないなっていう、上がれる力があるんだから下がんないはずなんですよっていう部分があるんで、まあ、チームのモチベーションを含めやっぱ僕もコントロールしなきゃいけないし、まあ、監督含めコントロールしなきゃいけないと思うんで、なんかそこは勉強になったっすね。ナイス。一応徒歩1分なんですけど、松葉杖なんで2分ぐらいですかね。スタッフが中見てないんで、ちょっとスタッフのモチベーションを上げるために、見に来たい人見に来ていいよみたいな。尾形さんまだ来てない。多いな。おはようございます。わすごい、スタッフのリアクションが。おお。色。おお。幅広げできるよ。最初。どう？まあなんか広すぎて、なんかだいたい形とかもあんまふざけないでね。間取りが、わ、全然鏡じゃあどこに置こうとかも想像がつきにくいっていう。いやまあとりあえずでもやっぱお金めちゃくちゃかかるんだなっていうのが一番あって、最初に請求された額が物件取得費用で3700万で、そこから内装4000万で7700万って言われたんで、ただやっぱここ来たら分かるんですけど、結構なんかテンション上がるじゃないですかってなった時に、まあ、7700万って言われたけど、まあ、ちょっとどうにかして入ろうって思ったんで、一応契約自体は終わったんで、あとはもうちょっとなるべく継続できるように頑張ります。なんかおそらく2年ぐらい赤字じゃないかなぐらいな感じ。家賃とかも300とかで請求されてたんで、
家賃300ってどうって頭おかしいなと思いながら、まあ、人数がちゃんとやめないで増えてくれれば、おそらく鏡の数的にちゃんと元は取れるような感じなんで、スタッフがちゃんと育ってくれればいいんで、まあ、そこがもうなんか自分じゃどうしようもできないじゃないですか。300万一人で稼ぐってなって、そこから人件費も僕が稼ぐはもう無理なんで、スタッフありきになってくると思うんで、僕ってよりかは他の子たちが頑張れないと厳しいなって。まあ特にあいつがね、一星な、一応ナンバー2の一星なんですけど、まあ一応いらんあい、こいつが頑張れなかったらまあ難しいなっていう、このテンポになったら、なんか今のテンポだったら正直まあ最悪死んだとしてもなんとかできるんですけど、このテンポだったらまこんな感じでふざけてるやつなんで怪しいですけど、まあちょっと一星がどこまで頑張れるかが結構新テンポはかかってると思います。まあだから初めてお店をでかくするっていうことなんで、まあ、今まで通りだとやっぱりダメだと思うんで、まあ、今までは、まあ、今の規模っていうか今のキャパでやれてきたことが、まあ、でかくなるにつれてやっぱスタッフの一人一人も、まあ、もちろん売り上げもそうですけど、なんか意識だったりとか人数とかもやっぱどんどん増えてくるにあたって、まあ、みんなを引っ張っていける存在としてやっぱナンバー2として、まあ、責任を持っていかないなと思いますし、まあ、ここを本当に土台として、まあ、ここからガルテが、まあ、日本にこう浸透していけるような拠点作りみたいなのもやっぱりしていきたいなと思ってます。だからちょうど地下なんで、なんかもう秘密基地みたいな、もうネルブみたいな感じで、エヴァ見たことないけどみたいな感じで、もう拠点基地として僕らガルテので、ここからもう地上に向かってこうバーってこう発信していけるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫そうですか。ありがとうございます。すみません。こちらで大丈夫。ありがとうございます。大型ショッピングモールがここにできるんで。5台か。どれぐらいの席数が入るかわからないし、実際こっちはとりあえずいっぱい詰め込んでみました。はいはい。はい、もう一つのプランの方は、まあ、形状とか見せ方とか、うん、ビジュアル優先で。対面で88あるんで、ここで16席、ここも8あるんで24席、ガラスに向かって4つあるんで全部で28席。あ、28、はい。こっちだとなんか結構でも狭くなっちゃうっすよね。あ、これって1つの部屋って感じですか。こっちにするのって微妙なんですかね。どう思います。一般的になんか外が嫌な外じゃないんで、はい、なんか別に外側の方が有効には使えそうっすよね。狭くなるっすもんね。エスパに入っちゃうとやっぱ何十分か待っちゃうんで、はい、かしこまった感じ、はい、なんかスタッフ結構満足はしてて、僕の独断と偏見で入れることが今までなくて、だからなんか結構全員がいいって言った人しか入れてきてない美容師なんですね。ってなった時にほとんどがみんなきっとトップ合格してるというか、結構ズバ抜けて、あ、もうこの人だよねみたいな感じで入ってきてるからかわかんないですけど、去年の新卒はもう入った瞬間デビューさせてみたんですよ。もともとカットがうちのアカデミーに通ってて上手だったっていうのが分かってるんで、まあ別に僕自身は上手ければスタイリストでもいいと思ってるからこそ、カットはもう普通にスタイリストレベルに上手かったんで、じゃあもうデビューでいいよみたいな感じで初月デビューさせて130万化け物じゃないですか。僕22歳の時にお店をオープンさせられて、初月の売り上げ50万もいってなくて、代表とか言われてるのに。でだからそれとかもなんかへこんだっていうか、まあへこんではないですね。もう元々無理だと思ってて、で託された時もなんか、まあ、もう無理ですよみたいな感じで言ってたんですけど、まあ、逆になんかその夕日とかは100万超えちゃってるから、もうなんか化け物かこいつらとしか思えない。でまあそういうなんか他でも活躍できそうな子たちが、まあ、異性も含めうちのスタッフほぼ全員が、他の美容室だと主力級のなんか頑張れる子たちがうちにいてくれてる
っていうこと自体は本当にありがたいなって思いますし、まだでもまあそこで僕が負けるとその子たちに負けるとダメなんで、やっぱ背中見せてその子たちより常に上にいる、売り上げも負けないように、今月今僕頑張ったんで1位なんですけど、基本一世が1位なんですけど、今月からも頑張ろうって決めて1位に奪還して、でまあカット自体はきっとまだ僕の方がうまいし、セミナーとか人をまとめる力とかはまだ僕の方がうまいですけど、まあ基本的になんか何でもかんでも負けないようにですね、パーマとかストレートとか、全ての技術においてやっぱ基本的に上にいてあげるっていうのが、こっちはきっと経営者じゃなくてプレイヤーのトップとしての義務だなと思うんで、まあその子たちが辞めないように上に居続けるっていうのがまあ仕事だし、まあスタッフへの思いとしてはなんかまあいてくれるだけありがたいですよねっていう、いてくれるだけありがたいし、まあみんなすごい子たちなんで、まあそこをどう僕がさらにサポートできるかですね感じです。みんなすごいっす。スタッフ。